ポールにズリッと行ってしまったみたいです。あるある、うん、一回直してるね。直してますね、パテ入ってますね。直した形跡ありですね、うん、YouTube を見てしていただきました。ありがとうございます。ちなみに今回実費ですか、保険ですか。保険です。車両保険ですね。車両保険です。はい、わかりました。ここ、うん、フロントバンパーの擦り傷があるから、はい、どうせ色作るんだったらこの辺りでぼかしてサービスで塗ってあげようと。サービスで、なるほど。もうこれは部長にしかできない技ですね、はい、持ってきていただいて、はるばる来ていただいたってこともあって、はい、相重なって、まあこれぐらいの傷なら、うん、なんとか塗装助手が、はい、なんとかしましょうってことですね。なんとかしましょうってことですよ。お客さんが喜んでもらえれば、はい、僕はそれが一番だと思いますんで、はい、はい、では作業開始しましょう。 PIC チャンネル、お疲れ様です。6月22日大阪府吹田市文化会館メイシアターのショーホールにて福祉送迎運転者講習会が決定しました。候補も私も当日いますので、会いに来たいって方もぜひ受けに来てください。待ってます。上は上は上は切ってます。強いな、広いな。そこはあったらもっと狭いな、上にかぶってるから。これやね、オッケーオッケー、これちゃんと入ってる、うん、オッケー。もう間違いないの、まず切って、はい、で、お前のやり方、前やってたやり方、はい、で、やりたいやったらそれやる。このまま溶接しようと思ったら技術なかったら間違いなくこのようになる。お前今やってたあの20のやるの、はい、あれでいいよ、うん、別にあれは付けすぎてない、はい、一般勝負やな、これ一般勝負、はい。で、ワイスプライヤー用意しておいて、はい、ここ手持ってたら海苔かじけてる、素晴らしいね。
ました。ダメ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 。一番最初にここに入れなあかんということあるよ。はい。一回もし乗っけて上に行って、それがもし乗りついたら乗りもパイロ。まず一番関係この隙間に入れることでまた頭に。そうそう。それでさっきもっと上や。行けない。そうそうそう。これからや。そう、それから前に持っていく。そうそう。ええよ、はい、でバースプレーで使っていって、その隙間はちゃんと自分で見て、はい、ほら、裏から見たら綺麗やんか、見てみよう、隙間見えるとこ、あーな、いいよ、これが黒やったらもう嫌やろ、そうだから内側サフ塗るっていうのはもう見栄えで大事やん。裏見たら塗ってないやつ多いですもんね、結構ね、うん、ほとんどみんなそうやね、うん、それが嫌でね、僕ちょっとしたことなんですけどね、昔、あの日産の時のお客さんで目の前で出来上がった車が後ろにバラせんっていう人があって、おお、なるほど、でフロントの人が通したこうこうこうでお客さんがめっちゃ誰がやったらこんな綺麗に車をし満喫する人、女なんて大喜びで帰ってもらいましたとか言って、おお、言って、何その人みたいな、なんか昔車屋さんやったらしくて、よう分かってて、なるほど、表はええねん、裏みたいとか言ってたし。お前さっきドアお前決めて、お前さっき隙間の4年からどのぐらいの位置かイメージがあるの、はい、合わせてみたら、はい、この距離感だけど、はい、とかここバイスプレーで掴んで、ここはバイスプレー入れて、バイスプレー入れて、はい、こう掴んだらええやん、あーさあ、これもうちょい入れてね、電気が捕まえれるところで、どんなとこ使うの？ここで探せますか？ここはもう測って最後調整して、はい、何しっかり止めた？これを外すときにシールめくったときにここに傷をつけてくれ、とかためにね、1匹目の傷をこう
その新しいフェンダーの方に傷を入れる。じゃあ古いあそこっちのあると時ノリ入ってるやろ。はい、ノリめくるやろ。で今ついてるこれが古いフェンダーとしたら、はい、外す前に先にここに傷を入れてくる印として、ちょっと深めぐらい。元位置が分かるように。そうそうそう。じゃあ今度これから。はい。バンパーの完成に来たら、もう一回置くよ。そのまま外したらあかんやん。今度は外れて入れやん。ああ、そうか。だからそれあるからもう一回しっかり掴んとかなあかんねん。無理入れた、無理入れた、はい、OK、 いいよ。それでこれで終わりや。これこの位置で、納得させる。やろ、なんか気になるとこあったら全部上がって。ここかかってんの？さっきのとこでいい。あ、ここの、うん、ここは間違いない。間違いない。あ、テールランプにつけるそのカードが一番大事です。これがフェンダーの効果だな。この距離感な。はい。でもそれはもう。ここ持たん方がいいと思う。ここの方にそうする。こう支えるようにして自然に吸ってやらないと。先端持っちゃうと動くからな。あ、オッケーオッケー。こっち持ったら。そう、どうしてもギュッてやってまで人間って。ちょっと焦るやろ。自然に吸って。そう。重いです。吸って。無理にコンプレたって、まあ、でも入ってきた。そうそう。1ミリ、2ミリ世界だ。見えちゃう？はい。ちょっと見せた？はい、します。ビート板読んで、で必ずここにエアを用意しとく。やばい、何回も何回も。シネマ読んで動きええから。はい。それ言われてる。ちょっと。動きええから、多分読むにしてや。はい、頑張ります。できる限りやります。